腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエットに欠かせないのが水なんですね。そこで今回の動画では水ダイエットの効果をさらに高める方法をお伝えします。一日も早く健康で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる水ダイエット法についてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、水ダイエットの6つの効果とは。2つ目、痩せる水ダイエットの方法と注意点についてお話します。それでは1つ目の項目です。水ダイエットの6つの効果についてお話します。1つ目です。カロリーゼロですね。もちろんお水カロリーゼロなんですけれども、通常のジュースとか、いろんなドリンクを飲む代わりにお水に切り替えるだけでもカロリーを大幅に抑えることができるんですね。よく食事制限頑張っているのになかなか痩せないっていう方は、実は飲み物で太っている方が非常に多いです。そこで今回は通常飲んでいるジュースとか、いろんなドリンクをこのお水に置っかるだけでもまずは摂取カロリーを抑えることができます。でしかもここでいいのは老廃物をデトックスしてくれたり、空腹を満たしてくれたり、そういったダイエット効果もありますので、ぜひ通常飲んでいたジュースをお水に置き換えるということをしていきましょう。続いて2つ目の効果はこちら。便秘が解消できます。痩せたいならまずは便秘解消なんですね。便秘のままですとどんなに頑張っても待っているのはリバウンドなんですね。なぜかデブ菌と呼ばれる悪玉菌がうよいよいる中では、どんなに頑張っても痩せ体質になることができないからなんですね。なのでもしあなたが便秘でしたら、まずはしっかりとお水を飲むことで便秘解消していきましょう。便秘に必要なのはもちろん食物繊維もあるんですが、便のですね、大半を占めるのはやっぱり水分です。なのでなかなか便が出にくいとか硬いとかね、2日に1回とか3日に1回という方は明らかに水分不足可能性としてありますから、ぜひ便秘改善したいならお水をたっぷりと飲むこと、ここが近道になります。では3つ目の効果はこちら。むくみ解消になります。むくんでいるということは体の隅々まで血液やリンパ液がちゃんと循環流れていないから、そこにお水や老廃物が溜まってしまうっていう、その悪循環なんですね。ですのでむくむのが嫌だと思って水分を取らない方は逆効果ですよ。そういった方こそしっかりと水分を取って体の隅々まで体液ですね、ちゃんと循環するようにしてあげることがとっても大切になってきます。4つ目の効果です。ストレス軽減です。これすっごく大事なんですね。もしあなたが今ストレスいっぱい溜まってます、イライラするっていう時はですね、もう末端の毛細血管がこうギュッと収縮してしまって血行が悪くなって代謝が落ちて、太るというストレス太りって本当にあるんですよね。その時にお水を飲むことでしっかりとその脳に、溜まってしまった血液をちゃんと胃腸の方に回すという、そういった循環のスムーズにする力がお水にはあるんです。しっかりとストレスを感じた時こそしっかりお水を飲むことで精神的にも安定感をね、得ることができますから、ぜひストレスが溜まっている方はお水をしっかり飲んでいきましょうね。5つ目の効果はこちら。デトックス効果になります。まず水分が足りてない方要注意です。血液がドロドロになってしまいますし、しっかりと体液が循環しないということは体の隅々に余計なね、ゴミ老廃物が溜まってしまうわけですね。そうするとしっかりと細胞が活性化せずに代謝が落ちて太ってしまうって、本当にね、お水ってすっごく大切なんですよ。ですのでしっかりとこのデトックス効果の高いお水の飲み方スタートしていきましょうね。そして最後6つ目の効果は美肌効果になります。もう私たち女性にとっては美肌や美髪ってすごく大切ですよね。そのためにはやっぱり体液の循環イコールお水をしっかりとっていないと、血液サラサラが隅々まで届くことで酸素や栄養が届くわけですから、こ
ここでもしっかりと届けることでターンオーバーを活性化して美肌美髪になっていきましょうね。それでは2つ目の項目です。ここからは具体的に水ダイエットの方法と注意点、この順番でお話しします。まずは痩せる飲み方について、こちらです。1日あたり 1.2 から 1.5 リットルは最低でも天然水飲んでいきましょうね。そしてコップ1杯をこまめに飲むのがすっごく大切なんです。一気飲みしても吸収ができずどんどん出ていってしまいますので、良くない飲み方ということになります。ポイントはコップ1杯をこまめに1日かけてしっかりと 1.2 から 1.5 リットル飲むこと、ここが最大のポイントです。そして飲む、ね、タイミング決めていきましょう。例えば朝起きた時、通勤で歩く時、スポーツした時、食事中、入浴の前後や寝る前など、ご自分でルーティン決めましょう。絶対にこのタイミングでお水を飲むぞって決めておくと忘れずに済みますし、最初から測ってね、一日ドンって置いておくのもいいかもしれませんね。そうしないとついついお仕事中で忙しくって気がついたらもう何時間も飲んでないとかね、大変。そんなことをすると血液ドロドロになって代謝が落ちてます。まず太ってしまいます。悪循環です。なのでこういったタイミング決めてルーティン化していくのも工夫の一つです。ではここからはおすすめのお水と太る飲み方注意点についてお話しして終わっていきますね。まずは天然水にしましょう。例えばよく市販で売ってる、私はあの九州の大分県にいますので、まあ、近くのお隣の阿蘇の天然水とかね、こういった天然水とか、あとは無添加の炭酸水ですね。こちらも天然水ベースの強炭酸水なんですけども、原材料がお水と炭酸のみでできている、香料もなしのものを選んでくださいね。こういった炭酸水とか、もしくはあの茶湯ですね、ちょっとぬるめのお湯のことなんですけども、やっぱ茶湯を飲んでもいいですし、例えば便秘の方におすすめはこちらコントレックスです。フランスの、まあ、超香水と呼ばれているもう超便秘に効くお水なんですけれども、こういったのはですね、飲みすぎると体調崩す方いるんですね。例えばもともとちょっとお腹が緩い方が飲んでしまうと逆にピーピーになって大変なことになりますから、ぜひ量はね気をつけながら、ちょうどねこまめに飲みながらご自分の体調に合わせて飲んでみてください。でいずれもポイントはですね、常温かホットで飲みましょうです。もう絶対にこれをキンキンに冷やして飲んではいけません。冷たいものを飲んでしまうと胃腸の動きがね止まってしまう、逆に代謝が落ちて太ってしまいますし、何よりも女性は特に冷えは万病のもとです。お腹を冷やしていいことはありませんので、ぜひ日頃から冷たい飲み物や食べ物、生物は食べ過ぎ飲み過ぎには気をつけていきましょうね。そうすると代謝が下がらずに済みますから、ぜひ体温はしっかりと平熱で6度5分以上はキープしていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は超簡単な水ダイエットのその素晴らしい効果と飲み方注意点、この順番でお伝えしました。どれほど痩せて健康になるためにはお水が大事なんだなってことがお分かりいただけたと思います。ぜひこの動画役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に行ってみてどうでしたってコメントなどなど、ご感想いただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。